皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は100万人の命の上に俺は立っているというアニメの1話でございますが、このアニメは一体どういうストーリーなのかっていうと、まあ後ろなのできっとね、このなんか農業的な武器を使って主人公一番上に立ってるやつ、多分主人公だと思うんだけど、彼がまあなんかやるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずなんか100万人の上に立ってるっていうのはもう見たら分かるんですよね。なんか死体の山があるから、そういうところに立つのが好きなんじゃないかなって思っております。ではではでは、あえていきましょう。 Let's go。 お、なんじゃこりゃ。悪魔的な存在ですね。すごい頭がとんがってる。お、来た主人公。一人が好きなんだ。一匹の狼みたいな。ちょっと待って、木材の棒で倒してるな、インプたちを。人間嫌いなんや。だからインプたちと遊んでるの？うわー、ゴブリンスレイヤーのゴブリンスレイヤーじゃないですか、この人。クソ東京？待って、これ異世界召喚のやつなの？あんたどこで東京って言葉知ったのか？クソ東京よりいいんだ。パラルルルルルルプトゥタプタプタプタ。ああ、まあまあまあ、こんな感じだね。あ、でも一人だけじゃないんだ、異世界ピープルが何人かいるんだ。これは4人か。後ろにいるこの全員異世界のやつらなんや。おー、なんかCG がウケる。アンチワールド、オッケー。さっきのインプたちね、他の敵は何人かいる。はよはよはよ、もう強そうなパーティーじゃないですか。しかし、なんで彼はその農業の武器を使うのだろうか。これが一番だと。明日のために戦え。OK。 さて、ストーリーは、あ、これ東京の話。新東町って今書いてなかった？どこぞや、これ。丸の内の辺なのか。ここら辺にゲートが来るとこだっけ。あ、まあ学生の話だよね。ミコナマってなんやろ。ミコナマってニコナマの話か。ほいほいほい、理解。俺はよくずる休みやってたし。おお、どうやった？許せん。カラオケ行かね、超楽しいんだよ。私キングヌー歌えるんですけど。プチレモン、ほうほうほう。テニスもできる。こいつらみんなあれだね、ファミリアマートか。ファミリーマートじゃなくてファミリアマート。お、ちょっと揺れちゃいましたね。あ、これ生配信してるんだね。で、帰ってゲームやっとるんか。よっしゃー。一日中は黙っていたんだけど、帰ったらもう爆発するタイプだね。
小学校のメモリってことはあんまり今中学校なのかな、中学生てか一人暮らし、これめっちゃ一人暮らしっぽいんだけど、新藤さん、うん、後でって。これがプチレモン、この人出てるよね。すげえな新藤さん。美人だしな。住む世界が違いすぎて、なんとも思わねえ。まあ、今から住む世界が一緒になるぞ。異世界行って。てか長いな。この異世界に行く前の話。なんでこっち見てんのって。あんまり信頼、あーそういう話ね。気になってね、この7個二人とも。話聞いてんのか四谷。わかる。ゲームだゲームだ。鍵閉めるんで、お礼に直だから。あ、もういないか。あれ？あれ？異世界に召喚されたもん。あ？アミ？怖っ。え？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 なに、なに、これ透明人間？え、帰れへんやん。こんな。めっちゃめんどくせえやん、仕事めっちゃ増えてるっていう問題ではないんか。あー、なんかお化けが来たのかなと思ってたら、異世界召喚に何らかの関係があんのか。ちょっと意味風やけど、海に落ちてきた先生。あんたあと一瞬だけ長く教室にいたら来れたのに。おう、おう、これはやべえな。わあ、食われる。何の話？ついに男子があって、いつもこんなことが起こってるの？変人来た。めっちゃ変人。ゲームマスターと申します。おい、お前普通に喋れや。ルールの説明を始めます。なんでさ、あんたすぐ言えないの？めんどくせえ。はあ、めっちゃ決められちゃうんだね。蹴られたな。おお、10人で行っちゃうんや。とりあえず3人でやるんだね。報酬とかあるんや。かっこ風、風が使えるんやな。くすえ。
なるほど、かっけん。そして3人目のプレイヤー、四谷裕介の職業は何をやるのか。一番しょぼいやつになるよね。ああ、村人農民かい。なるほどね、農民になっちゃったね。ああ、農民になりましたね。こんな武器が使えるんや。てか植物以外のダメージ 50% 下がると。彼はデスマス言ってるけど、この二人はもう出会うって言うんだね。ってことはためやな。このクエストクリアのためか。ゲームマスターに好きかって言われてんな。いたやな。はいよ。じゃあもう異世界行って帰ったりするみたいなもんやな。そういうことか。日直の日なら教室の戸締まりで最後までいるから楽勝って思ったのに、先生に説教食らってるし。そう言われましても。マジ焦ったわ。私も先生が先に出てくれてほっとしましたね。これが夢じゃないってことだけはさすがにわかる。でももしかしたらあの先生はここの魔王になるかもしれない。染めて。かま、くわ。武器になりそうなものはそこにあるやつしか持てないようになってんの。なるほどね。出た。かま。くわにかま。受ける。農民だからか。農民だからな。これって仮想空間とかゲームの世界的な。うん、なんだろうね、ほんま。魔法人。なるほどね、過去にこんなことあったんや。いやー、恥ずかしいよ。クスエには言ってたけど、私も最初はパニックって丸一日何もできなかったのよね。ほんまや。ようやくこれが現実だと悟って腹決めたっていうか、四谷君が来てくれて本当。使えない農民だけど。クリアすれば元の町に戻れるんですよね。戻れたかったらね。おお、ゴブリン。まさにって感じだな。いけるか？カマ。やっちゃうんだー、カマ。クソ弱いだろ。あ、壊れた。魔法使いと戦士なんですよね。似てんじゃなくて。まあめっちゃ強いんだろう。普通にめっちゃ強い。あれ？みんなクソ弱いや。おい、何逃げてんだよ。おい、使えへんやん、みんな。投げた。やっぱ使えへん。おい、うわ、仕方ないわ。マジみんなやられた。死ぬか。やば、めちゃめちゃやられちゃいましたね。裸で引っかえった。俺
死に戻りっすか。助けてー、ゴブスレどうなるか分かってるやろ。行け、よし、生き返った。よく分かんないけど、なんだよこのゲーム。戦いの最中で再復活するとか。なるほどね。ますますゴブスレイみたいになってきたね。あー、やられた。何でも何でも死んで戻ってきつ。はーい、よみがえる。やば、みんなしょぼ。人倒してないんじゃない？一ゴブリン倒すって。あ、ワイプなるの？パーティーワイプ。おい。本当にそんな設定があるんか、怖すぎやろ。なんだよ、もうゲームかと思ったらさ、ほんま恐れすぎるじゃん。あ、ランク2になった。あれ？再生しないんだ。クエストクリアの報酬って何なんです？二人に聞けって言われたけど。マスターに一つ質問できる権利。質問。一周目はなんで私が選ばれたのって聞いて。あなた方のとある知事に依頼されんま。二周目はあなたたちは何者って質問しました。おい、クソやん。うさんくせえな。まあ知らんけど。なるほど。はいよ。俺は何の質問しよう。眠いやろな。え？全員死んだら本当に死ぬか。え、これいつの話？現実世界で死ぬってことなのか。お前ずっと夜中戦ってんの？一人で。一応それだけは避けとかないと。同じ日じゃないだろこれは。おいおいおい、やられてんじゃん。これ夢か。おい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 、それはちょっとレベルが違うんじゃないクエスト。それは逃げよう。うわー、食われた。いや、これは体戻んないだろう。もう打ち帰ろう。うん、これ同じ夜なんや。てかマジやばいやつ出てきたな。へえ、ほんまにこんなことは起こるんや。てかあの女の子ずっとあっちじゃねえか。え、じゃああいつ頭壊れたやん。ランク4まで上がったのか。まで1かよ。無理だ。あのでかいのは無視して、神道さん抜きでクエストクリアするしかない。じゃないと帰れないじゃないですか。怖っ。全然勇者じゃねえのに。この世界では私たちそう呼ばれてるみたいです。まんまじゃ。はあ、
ヤッホー、俺シーカスって言うんだ。あ、よろしく。やっぱり勇者様はかっけえな。農民だけどね、みんなと変わらんやん。勇者様みたいに強くなりたいな。一人食べられたけどね。村長です。おお、髪の毛いい感じのドレッドやないか。それで依頼というのは、実は村外れにトロールという、あれ倒す。いきなりあいつ倒さなあかんか。どうか村を救うために倒してください。おい、無理。14日間以内に。ゴブリンも倒したことないんで。超レベルアップさなあかんや。はい、剣もなかなか当たらなくて。つか投げてたもんな。リュウちゃんはトロールの中にいるから復活できないんだと。できないんでしょうね。あれ倒さないと。使えねえ。なんで残ったのが神道さんじゃないんだ。あの、よつやくん。いや、箱崎さんは村にいてください。いや、一緒にレベルアップしないときついでしょ。自分はランク上げしてくるんで。じゃあ、あの二人でやんないと。でも、私もイユちゃんを。悪いんですけど、今箱崎さんに死なれると困るの俺なんで。てかみんな死ぬぞ。冷た。冷たいなあこいつ。お前ってそういうタイプなんだね。おい、お前ただ楽しんでんのかよ。ああ、勇者失格か。まあそうやな、いろんなところみんな勇者失格ですね、間違いなし。トロールはどうやって倒すやろう。わから。まあ死ぬほどランク上げしてくるやん彼は。でさ、例えば5とか6とか7まで上がったところでいきなりトロールで倒せんだろうか。他の勇者たちは今まで一切レベル上げしなかったので、お前やったらもしかしたらこのクエストは倒せたかもしれないのに完全に無理になったっていう状況だったのかな。ふむ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 。ちなみに俺ちょっと右すぎない？ここだよね。いやー、真ん中じゃ。ちょっとでも、こんな感じかな。パパ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 。魔法フィルムっていうアニメ制作初めて見るな。時を抱え。サブクエストは？村長です。おお、うまいぞ神道さん。実は村長です。トロールという化け物が現れましてな。どうか村を救うために倒してください。キルはやないか。四つやユウスケでございます。また村長のアフレコか。ぬるゲーだな。箱崎さん。友達にならない。キモいのでアウトでグズ。どうしろって言うんだよ。皆さんご視聴ありがとうござる。ほんでまた次のエピソード。まあババイオキー。